死にてえのか。 まとめて墓場に放り込んでやるぜ。仕置きしてやらねえとな。生きていた野菜で。さっきの姉ちゃんたちと飲み直して、やはり従者様の力は必要だが、一体どうしたら。時より妹のように可愛がり育てた女、そしてその女は美しく成長した。貴様がいくら思い慕ったところで、その願いだけは叶わぬ。そんなバカな。よいな、ジューザー、あの女はお前の母違いの妹。妹。そして女はケンシロウの元に走った。その女の名はユリア。しかしなぜあれほど御社製の男たちは俺の行く手を遮ろうと必死に。
武道の部下。この俺に薬を持ったな。お許しくだされ。これしか十座様を我らが将の前にお連れする方法が。あんただったのか。よかろう。この雲の十座の命あんたにくれてやる。申します。十座様、不動の軍が剣王の元までお供します。ああ、頼む。俺の剣にはもう一点の曇りもねえ。あの敵どこかで見た面だな。あの剣法自慢の子分なのか。やっやっ、親分の敵は取らせてもらうぜ。さあ、剣王軍のお偉方、お願いします。みんな、ほらよ。うぬけと噂の男が俺に勝てるかな。じゃあ試してみるか。俺がふぬけているかどうか。おらよ、みんな。おりゃのことだったか。だがなぜ動いた。すでにこの世に己の心を捨て去った男が。化粧を追え。近くにいるはずだ。させるか。我らが将のため、貴様らは命に変えても止めてみせる。助けてやるぜ。クモに気まぐれよ。ジュータ様。ほらよ、ビンゴ。ござる、感謝いたします。ビンゴ。
て墓場に放り込んでやるぜ。おりゃいささかも衰えてはおらぬようだな。我が将のためにこの場に剣をお前を葬ろう。従者よ、この世の覇者の剣、死での土産に持っていくがいい。ねえ、剣王様のあの構えを見ても、一向に怯えぬ。それどころか無防備に間合いに。我流、添付の際に裏打ちされた荒ぶる剣に恐怖はないというか。その通り。そして誰にも読めぬ。いいか、さすがだ、ラオウ。他の男なら最初の一撃で死んでいる。これほど変幻自在の蹴り、見たこともないわ。だが、ウヌの剣には弱点がある。我流は功において意を発するが、種に転じて意を失う。貴様はまだ秘剣を隠しておる。試してみよう、その秘剣を。俺の剣は邪剣ゆえ、種明かしは一回きりよ。国王、沈まねえ。ラオウ、貴様の足を奪った。俺はまだ死なぬ。生きていてこそ楽しみはある。ラオウ、これでも食らえ。ハハハ、これがクモの従者の生き方よ。俺は何日奴を止めればいい。二日止めればよいでしょう。やはりこの命捨てねばならない。従者様、ケンシロウ様は単独城に向かっております。このままなら剣王より一歩先に。ならば行って剣士郎を案内するという。俺についている必要はない。剣士郎、同じ女を愛した恋がたき、どれほど成長したか、この目で見てやれば。おれおれ、どうした坊主、逃げないと捕まえちゃうぞ。誰か助けて。なんだてめえは、俺たちに立てつく気か。Yeah!
真面目になります。悪いことしません。ケンシロウ様ですね。これより先は蝶の居城までご案内します。お前は不動様の息子じゃないか。どうした、一体何があった。心優しき不動様は捨てられた子供たちを全て自分の子として育てられているのです。お願い、不動の父さんを助けて。剣王軍がお兄ちゃんたちを竜舎の中に、不動は彼を救おうとして。残酷ですが、翔と会うことが最優先です。我が将の涙を止められるのはあなただけ。いや、不動を救う。将の涙もこの子の涙も違いはない。Yeah!
朝の恐怖は知っていよう。足を踏み入れたが最後、脱出は不可能。中心に引き込まれ、やがて死に至る。せいぜいもがき苦しむがいい。宿命なら必ず会えるだろう。早く上がってこい。龍砂に飲み込まれた300キロの巨体、やすやすと上がるものか。そしてガキを助けるには龍砂の外に投げるしかない。だが一瞬にして口出しよ。このまま死なせはせん。ケンシロウさん、受け取って。こしゃくな、撃て撃て。クド、しっかり捕まっていよ。この傷の痛みは一瞬だが、お前の死の痛みは一生残る。ケンシロウさん。バカな男だ。わざわざ戻ってくるとはな。これでこっちの思うツボよ。剣王様の敵ケンシロウを抹殺せよ。
手をしている暇はない。早くかかってこい。想像よりはるかに強く、そして温かい。このジューザ、負けたわ。ケンシロウ、さすがにユリアが愛した男よ。主の元に戻るがいい。命を捨てに戻ったか。俺は寂しがり屋でな、貴様を道連れにしている。久しぶりにヒリヒリしよう。ウヌの秘剣、この目で確かめてやるわ。元より危険なくして貴様を止めることはできぬ。ガノ剣の神髄、その目に焼き付けておくがいい。来い、ジューザ。この剣王が叩き潰してくれるわ。ガノ剣の神髄は排水。防具があってはそこに油断、甘えが生ずる。ラオウよ、聖かしかどちらかしかない。排水の剣の意は貴様が一番知っていよう。ジューザ、自ら命を懸け救祖と化したか。だがネズミに獅子は倒せぬ。